サンピエトロ大聖堂から見たパウロ六世記念ホール太陽光発電パネルの屋根が見えるパウロ六世記念ホールバチカンの地図上での位置パウロ六世記念ホールはローマ教皇パウロ六世の名を冠したローマにある建物である六千三百人の収容能力がありイタリアの建築家ピエール・ルイージ・ネルビによって鉄筋コンクリートで設計され1 9 7一年に 完成した。このホールはコロンブス騎士団によって寄付された土地に建設された。このホールが建てられている土地の一部はバチカン市国内に含まれているが、ほとんどの部分が市国外のイタリア側にある。イタリア側の建物は星座の違い方圏エリアとして扱われており、毎週水曜日朝の教皇の一般越圏の際にサンピエトロ広場の代わりとして利用される。越圏台には、 ラ・ダレーザー・ツヨーネと題されたペリクレ・ファッツィーニによる80トンのブロンズ・と銅の合金の彫刻がそびえ立っている。ホール2階の東端には、シノドホールとして知られる紹介議場がある。2007年5月27日、ホールが必要とするすべての冷暖房と照明のための十分な電力を年間を通して供給するために、ホールの屋根は2400枚の太陽光。 発電パネルによって覆われることが明らかになった。このシステムはドイツの製造業者のソーラーワールド社によって提供され、価格は150万ドルと見積もられている。2008年11月26日に正式に稼働が開始され、2008年の欧州ソーラー賞のソーラー建築と都市開発部門において受賞した。ありがとうございます。